いや8分でやめないとちょっと重くなりすぎたの。ちょっと今日喋りたすぎるんだよ。本当にお父さんとかお母さん帰ってきたら喋れなくなっちゃうから。ママとパパが帰ってきたら。なんか最近ママとパパっていうのやめちゃったな。うん、なんでそのママとパパには抵抗はないんだけど、ちょっとなんか好感度禁止しすぎてる。だからもうママパパってずっと呼ばなきゃ。それもめんどくせえんだよ、なんか。ママパパ。うんこうんち。あ、どうしようかな。ネプチューンアンダーグラウンド周回しなきゃな。ネプチューンむちゃくちゃ強いから周回しよう。すごい。まあ、やるか。あ、ここの角度いいわ。ここ。この端っこいいな。はぁ、疲れた。高島ちさ子っていうね、まあ、気違いがいるんですけど、これ人権問題にならないか。まあ、いや、もう気違いには変わらねえんだからいいだろ。事実言ってんだからって。ブスにブスって言っちゃダメだろ。素晴らしいロッキー山脈の景色を見てるのに BGM は次男が歌う金太の大冒険、本当にふざけるなと何度怒ってもやめず、挙句お願いだから歌わせてくれと懇願され、ドリル毎日10枚やるならと言ったらやると、どんだけ歌えてんだよバカっていうか、誰だよこれ作ってるこいつ、ほんとゴミだよな。早く死ねよマジで、ムカつくな。ジクソババアが、もう 本人の前で絶対言えねえけど、クソババアすぎるだろこいつ、びっくりするわ。いや、50、あ、ババアだった。ババアすぎるよ。本当にババアだな。バイオリンババアが。なんかもう、マジで、もう五感全部失っちまえよ、マジで。バイオリンできなかったじゃん。もう、五感も失った音だけになっちまえよ、マジで。ほんと、ひどすぎる。五感、もう全部なくなってくれ。クソババアはな。なんか、天罰落ちねえかな。高島ちさ子にドン引きされる夢見たんですよね。その、可愛い子について俺が語ったんですよ。語ったら高島ちさ子、気持ち悪い。そんな反撃の仕方ある。気持ち悪反撃肝っていう、なんか、高島ちさ子にドン引きされる夢を見ましたっていう。だいぶ前に高島ちさ子にドン引きされる夢を見ましたっていうツイートで、高島ちさ子さんなんか反応してくれねえかな。ちょっとツイートします。だいぶ前に高島ちさ子にドン引きされる夢を見ました。だいぶ前に高島ちさ子にドン引きされる夢を見ました。俺は何をツイートしてんだよ。いや、ニートバレ、あ、夏休みだからいいや。いや、でも俺ニートですか。もう開き直ってね。もう開き直ったらニート終わりなんだけども、しょうがない。俺はこういう人間だ。いや、ダメ。進化しなきゃ。俺も変化しなきゃな、ちょっとそろそろ。変化、まあいいか。もう変化とかいいんだよ。変化は突然訪れる、その時に変化すればいいんだよ。そんな無理に変化しようとしても安っぽい変化じゃダメなんだ。じっくりと変化しなきゃ。うん、そうしよう。っていうか、面白いに変化も何もなくない？それっていうのはビジネスの話とかいろんな話でやって、なんで面白いものに変化が重要なのかって言っても、自分の面白を貫けばいいんだよな。時代に合わせた面白をしようとするから、その票が取れられないだけであって、自分が面白いと思うものを信じて面白いことをしていけばいいと思うんだよ。だからそれがたまたま変わっている、変化、今までやってきたら変わっても、その時に俺がそれを面白いと思ってればそれをやればいいだけだと思うんだけどね。うん、だってそうじゃないですか。まあいいや、まあいい。4分で1回切り上げようかな。